入試委員長の林美智子ですすよろししくお願いいたします現在、募集要項が大学のサイトで公開されております。4月27日から公開になっておりますが、筑波大学のトップページから、入試情報で大学院と進んでいただきまして、芸術学・学位プログラムのフローチャートが出てくるんですけれども、そちらをご覧ください。 でまず、新型コロナウイルスに伴う入試実施方法なんですけれども、そこのサイトにも出ているんですが、原則として大学校内での入試とする内容で公表しております。感染症の影響等により、来場できない受験者については、追試験オンライン等を設定する予定となっておりますが、これらの変更の事項については、試験日の1ヶ月前を目安に、 大学院入試サイトで公表いたしますので、必ず募集要項サイトのお知らせ欄を確認してください。現時点でその入試サイトをブックマークしておいていただければと思います。で出願前にしなければならないこととして、必ず 死亡する指導教員、または死亡する領域の担当教員と事前に連絡を取ってください。入試案内のフローチャートの芸術学学位プログラムという文字のところに、この PDF ファイルの教員の研究分野一覧が載っておりますので、そちらを参考にしてください。 アドレスはウェブに公開している先生についてはそちらからくれますし、わからない場合は入試の問い合わせ先にですね、問い合わせていただければと思います。次に日程です。Web 入力システムの出願期間、このようになっておりまして、9月16日の3時まで締め切りです。で郵送しなければならないものについては、同日の5時に必着となっております。試験日程は10月13日。 合格発表は11月1日となっております。募集人員ですが、一般入学試験45名、社会人特別選抜の若干名を含む人数、そして社会人特別選抜が若干名となっております。領域ごとの提出物、それ以外のです、ね、全員出すものについては、ウェブの方を見ていただければ分かりますが、領域ごとの提出物ですが、美術史は卒業論文もしくはそれに代わる論文。 芸術支援は卒業論文もしくはそれに代える論文、報告書、ポートフォリオ等となっております。洋画は絵画作品 F50 号以上、f 2 0号以下、仮学付き2点、そしてポートフォリオ。ポートフォリオについては、これまでに自ら制作した作品、素描等、様式は任意、社会人特別選抜出願者は業績報告書に対応させること、版画領域、 版画作品、額付き3点。そして、ポートフォリオ、えー。ポートフォリオの説明は、えー、上と同じです。でそれから、日本画、えー。日本画作品、55以上、仮額付き2点、えー。ポートフォリオ、えー。ポートフォリオの説明は同じです。それから、調査、えー。立体作品1点。ポートフォリオ、えー。様式2位。社会人特別選抜、出願者は業績報告書に対応させること。えー、書、えー、書作品。 漢字、かな、漢字、かな混じり、各1点、表層したものに限る。ポートフォリオ、様式に社会人特別選抜出願者は業績報告書に対応させること。構成、作品または論文を合計3点、各作品に1000字程度の解説文をつけること。映像作品の場合は10分以内とし、再生装置も提出する。ポートフォリオは上と同じ説明ですね、様式に。 社会人特別選抜出願者は業績報告書に対応させてください。総合造形、作品または論文を合計3点、各作品に1000字程度の解説文をつけること、映像作品の場合は10分以内とし、再生装置も提出する、それからポートフォリオ、説明は同じです。工芸、作品または論文を合計3点、各作品に1000字程度の解説,解説文をつけること、 シリーズ作品などはまとめて1点とする。ポートフォリオ。この説明は同じです。ビジュアルデザイン。作品または論文を合計3点。様式は任意。シリーズ作品などはまとめて1点とする。ポートフォリオ。この説明も同じです。環境デザイン。論文または作品。図面、モデル、実物、いずれでもかを合計3点。様式任意。論文が外国語の場合は日本語の要約を添付すること。 社会人特別選抜出願者は、業績報告書に対応するポートフォリオ、様式人を合わせて提出すること。それらの領域ごとの提出物の提出日時と方法ですが、美術史と芸術支援は願書と一緒に提出してください。洋画、版画、日本画、長相、書、構成、総合造形、 ビジュアルデザイン環境デザインについては実技試験前日の10月12日水曜日1時45分から2時半までの間に論文作品添付表ポートフォリオ添付表を添付し必ず本人立ち会いの上指定の搬入場所に搬入してください指定の搬入場所についての案内は出願後9月26日に登録のメールアドレスに送信しますので確認して必ず確認してください 搬入作品は試験終了時に本人が引き取ってください。引き取らない作品の保管については責任は負いません。なお、社会人特別選抜出願者で勤務等により前日に搬入ができない場合のみ試験当日の持参を認めます。ただし、作品が大きくて当日に持参できない場合、 組み立てや設置に時間を要する場合、及び映像作品は試験当日ではなく、必ず前日に搬入してください。また、提出物として、一般入学試験出願者については、外国語スコア表が求められております。TOEFL、TOEIC、IL s の、いずれかの英語検定試験のスコア表の原本を出願時に提出してください。 なお、出願時に間に合わなければ、原本を試験日までに提出してください。スコア表は令和2年、2020年10月以降、受験分のみ有効です。このスコア表の原本について注意があります。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的にスコア表の郵送が遅れる可能性があります。その場合は、出願時にダウンロードした PDF 版を印刷して提出し、 スコア表の原本を大学に直送する手続きを行う必要があります。この手続きを行わなかった場合は、選考の対象外となりますので、ご注意ください。これについても、入試サイトの該当ページを参照してください。先ほどの英語のスコア表についてですが、一般入試のみ必要ですが、 ご自身の出願した時の試験区分をよく確認してください。社会人、特別選抜で出願したつもりでも、一般入学試験の方に入力していると、英語のスコア表が求められるということになりますので、ご注意ください。さて、入試試験方法ですけれども、一般入学試験方法2つございます。点点満点ですが方法1は プレゼンテーション500点、外国語100点、提出されたスコア表を評価する。この方法を取りますのが、美術史、芸術支援、構成、総合造形、工芸、ビジュアルデザイン、環境デザインです。方法2、実技百5 0点、ショートプレゼンテーション250点、外国語100点、この方法を取るのが、行画、版画、日本画、調査、書となります。 社会人特別選抜。こちらは、プレゼンテーション600点。方法1ですね。美術史芸術支援、構成、総合造形、工芸、ビジュアルデザイン、環境デザイン。方法2、実技250点、ショートプレゼンテーション350点。この方法を取るのが、洋画、版画、日本画、調査、書となります。領域ごとの内容ですが、美術史芸術支援は、プレゼンテーション、 提出論文等と研究計画に関するプレゼンテーションと諮問が1。2が領域に関する諮問。洋画、版画、日本画については、実技、人物モデルに基づく素描、ショートプレゼンテーション、提出作品、ポートフォリオと研究計画に関するショートプレゼンテーションと諮問。調素、実技、人物モデルに基づく素像、ショートプレゼンテーション、 提出作品、ポートフォリオと研究計画に関するショートプレゼンテーションと諮問。え書、実技、臨書、漢字かな、創作、漢字かな、漢字かな混じり。ショートプレゼンテーション、提出作品、ポートフォリオと研究計画に関するショートプレゼンテーションと諮問。構成、総合造形、工芸、ビジュアルデザイン、環境デザイン、プレゼンテーション。え1、提出論文、作品、ポートフォリオと 研究計画に関するプレゼンテーションと諮問2が領域に関する諮問となっておりますそのほか当日持参するモードなどについてもすでにサイトに出ておりますのでご確認ください最後に問い合わせ先ですが体育芸術エリア支援室の大学院教務電話029-853-2575 そして、主にメールを使われると思いますけれども、こちらのアドレス、これもサイトに出ております。月曜日から金曜日までの以下の時間にお問い合わせください。以上で説明を終わります。